岩手宮城内陸地震から今日で13年です。栗原市では遺族らが犠牲者に祈りを捧げました。2008年6月14日に栗原市で震度6強を観測した岩手宮城内陸地震では県内で14人が死亡し、4人の行方が今も分かっていません。このうち宿泊客や従業員ら7人が土石流に巻き込まれ犠牲となった駒の湯温泉では遺族らおよそ20人が訪れ、地震発生時刻に合わせて黙祷を捧げました。亡くなった7人の思いを引き継ぎながらといいますか、これから大切に今後を過ごしていきたいと思っております。また花山地区でも慰霊碑に黙祷が捧げられました。